はい、皆さんこんにちは、チョでございます。ダンジョンマスターですね、やっていきましょう。よいしょ。あれ持っていかないといけないんでしたよね。斧ね、青の持ってね。もう赤くなってきちゃってるけど、確かね、そうそう、今思い出したけど、やばい時はね、こうすると、あ、気のせいでしたごめんなさい、気のせいでしたね。持ち出すと軽くなるかなと思ったんですけど、どうも違ったみようで、あ、これはここじゃないね、ここじゃない。あ、リスポーンはしてないかな。これもぐるっと回ってきちゃうよね、確かね。あ、そうだね。さあ、アックスは持っていないといけないのかな、ずっと。あ、ここでもない。扉一枚ぶち抜かないといけないんだよね。よいしょ。足音は聞こえないね。よいしょ、ちょっと平行移動しますね。で、こうかな。で、こうだね。で、はい、帰ってきちゃった。あら、帰ってきちゃったね。ちょっと待って、どこだろう。右手で行ってみましょうか。あら、これじゃ解決し、あ、ひょっとして、え、ここ、あらら、ここを入っていかないといけないのかな。え、だっけ。いや、違うよね。あ、ここでした、ここでしたね。閉ざされた扉だが諦めるな。これなんもなかったんじゃないかな。あ、そこそこ、ここだね。で、ああ、これだね。で、ああ、食らっちゃった。で、こうだね。で、こういって、あ、違ったね。こういう感じかな。あれ思い出すね。ブラックオニキス。ちょっとブラックオニキスを思い出しちゃいましたね。これは、うん、どんつきだね、一本道だね。あ、実は今ね、台風24号がね、もうじき上、こっちに向かってくるので、実はちょっと気が気じゃないんですけどね。うん、どうなんだろう、前の21号より強いのかな。強かったらかなりやばいんだけどね。まあでもこれが流れるのはね、多分土曜日なので、落ち着いてからだいぶ経ってからなんですけどね。あー、スクロール出てきた。あー、間違いないわ。ちょっと待ってくださいね。念のために、呪文をカンニングしておきましょう。こういう感じかな。広いね。あー、あった、これ。そうだね。ここはお金入れたかな？お金入れたかな？ 2 箇所あったよね、確かね。あ、入れちゃってね。入れちゃってるまで。持ったまま行きましょうか。敵出てこないでしょ。ああ、ここあれか。スモールシールのとこやね。で、こっち行って、あ、これだ、これ。あ、いや、鍵だった。鍵でしたね。でも私、ラーの鏡しか持ってないので、あ、ラーの鏡じゃなくて、ラーの鍵だね。これは確かダメなんですよね。ということは、どっかにまだ鍵があるのかな？ここまだ謎のままだね。あ、そっか、扉くぐるからか。なんて書いてんの？近道。近道ね。で、扉があると、
これ斧捨てれないよね。狩るのないかな。あ、今足音聞こえた。おお、いる。いるけど、もうファイヤーボールでいいんじゃないですか。はい。あ、逃げるね、これね。もう一発ファイヤーボールしてあげようかな。どっち行く？お、来たね。え、強い。さあ、ちょっと寝ましょうか。お腹大丈夫だね。まずこっち見ましょうか。あら、なんか今ね、嫌な予感してるんですけど、あ、嫌な予感じゃなかった。合ってた、合ってた。いや、てっきりね、元に戻ってまた行ってんのかなと思っちゃったんですけど、そんなことはないようですね。じゃ、とりあえず、はい、振ります。穴開いたでしょ、これで。ね。さあ行きましょう。こっからまた敵出てくるでしょうね。あら？ああ、飛び屋か。よいしょ。ああ、これも行き止まりだね。あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっとお待ちください。ちょっとね、ちょっとだけ調べ物してます。はい、ごめんなさい。よいしょ。あら。まあ、これ行きましょうか。あ、いや、あ、ちょっと待って。よいしょ。あ、いる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 。ちょっと、またこれかな。もう一発強いのいけるかな。ファイアボールね。来ないか。ここで待ってる。来そうだね。お、来た来た来た。おお、呪文経験なしか。あ、一匹か。一匹だったらなんとかなるかな。これいけるかな。あ、いけるね。おお、いた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 。ちょっと回復するまで、回復というかちょっと時間短縮しましょう。よし。当たってんのかね、ダメージね。投げは弱いとは聞いたけど。倒せんのかい、これ。全然ダメな気がする。あ、間違えちゃった。違うよ、これ。ああ、唱えれないや。ちょっと唱えれないね。大丈夫かな、これ。まあ、扉閉めて逃げればね、いける気がするんですけど。全然当たんないや。蹴りは？当たんないね。ちまちま削られてってんね。大丈夫かな、これ。
ちょっと待ってね。ちょっと飲んでおいて、これを装備したらどうだろう。振りますね。微妙だなぁ。で、叩き切る。あ、もう一匹いるね。敵がもう一匹いますね。どっちもどっちだなぁ。切り払うって出てきた。まあ、どっちにしろ持っておかないんだって。なんか、いや、来てるね。これは嫌だ、一歩戻ろう。で、閉めて、で、飲んで、寝るね。で、あ、まだ毒続いてんだね。これをなくしておいて、もう最大の回復を2個用意しましょうか、一応ね。これ多分もう目の前にいるような気がしますけどね。で、もう1個回復。あ、違う、それ。こっちだね。で、もう回復はガンガンいけるね。ちょっと飯食って。あ、まだいいか。で、寝ましょうか。解毒薬作ってもいいんですけどね。自然治癒しないね、解毒ね。まあいいですか。やっぱりいるね。あ、いや、来るの待ちましょうか。てか、ああ、そうね。これで切り払いましょうか。あ、逃げたね。もう一回開けて。よいしょ。こいった。もう一発お見舞いしちゃおうか。お、強いね、この敵。これでちょっと待ちましょう。殴るより、やっぱ武器持った方がいいのかな。私の記憶ではね、もう殴るのもあんま変わんないと思ったんですけど。ああ、まだもう一匹いるね。これ飛び出し閉めたらまた逃げるもんね。お、結構ダメージ当たるね。扉を破らないといけないから、これまた持っときましょうか。アックス系はね。あ、戦士レベルが上がった。おい、100超えたような気がするね。で、ああ、毒がしつこいね。毒しつこいので、キュアしましょうか。ちょっと待ってね。あ、そう、フラスコだ。多分毒は一番軽くていいんですよね。で、こうの、こうかな。あ、これね。あ、治った治った。で、この状態で再度。あ、間違えちゃったね。あ、もうマナがないかな。あ、いけるね。え？あ、失敗しちゃったのかな。では、ちょっと寝ましょう。キュアポーションいるね、これね。あ、ちょっと、あれのとこ強いわ。ワームのね。よいしょ。で、一応念のため作っときましょう。うわ、すごいバカなことしたね、私ね、今ね。やっぱり。やっぱりバカ。
かなことしてましたね。さっきこっちで行こっか。あ、これ無理かな。あ、行ったわ。行けたね。こっち固くいっちゃいましょうか。ちょっと弱めでね。さあ、ちょっとこれで。また食らおうかな。よし、来た。武器の方が当たんね。ちょっとダメージ当てておきましょうか。違えたけどいいかな。入るね。よし。やっつけたね。念のため閉めましょう。さてと、またいけるかなこれ。ああ、また間違えちゃった。無理。ああ、もういいや。もういいや。寝よう、とりあえず。この先行入力ね。ちょっと指が忘れちゃうとつらいね。指が忘れた状態で先行入力しちゃうともうむちゃくちゃになっちゃうもんね。よいしょ。ちょっと待ってね。で、これと、これか。で、これを飲んでと。ああ、ちょっと。ここのフロアと、解毒薬持ってた方がいいね。よいしょ。というところでね、ちょっといい時間になっちゃいましたね。じゃあ、この辺で終わっておきましょうか。ちょっと回復も作っておいてと。寝ちゃおうか。寝て回復もしちゃいましょう。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。ダンジョンマスターですね。終わっておきます。どうもありがとうございました。